船形山は、宮城県と山形県の県境にそびえる、大宇山無役船形火山群の手法となる火山である。別名は、古所山。日本二百名山の一つに数えられる。一等三角点の名称は、船形山で、標高は2010年10月1日1 5 0 0 2 3メートルから1500.34メートルに改められた。船形山は、 宮城県側で呼ぶ名である。北東側から山頂を向いたとき、緩い傾斜を急な崖が縁取るのが浮かぶ船のように、見えることから名付けられたとか、東から見たとき山頂が船底をひっくり返したような形をしていることから名付けられたとか言われる。一方、山形県側では、御所山と呼ばれており、こちらは北西六の尾花沢に伝わる伝説に由来する。 その話では、上級の乱で佐渡島に流刑になり、佐渡島で没したと伝えられている淳徳天皇が、実は佐渡島から脱出して尾花沢まで落ち延び、隠れ住んだ。山の名は天皇の居所、すなわち御所にちなむという。船形山を中心とする五つの峰が由来という説もある。山頂付近には宮城県の仙台市青葉区、上郡上町。 道軍鹿間町、及び山形県の尾花沢市の宿町境が集まり、主法の周辺も含めると、宮城県の仙台市泉区、黒川郡大和町、山形県の東根市の宿町境も集まるなど、四つの軍の境となってきた。船形火山の地形図船形山周辺、蔵王連邦仙台湾船形山は、船形火山群の主法であり、周辺の山を含めて、 船形連峰と呼ばれ、またその連峰まで広く指して船形山と呼ぶこともある。船形連峰は南北に走る大羽山脈の勢量と、それに交差する東西の山並みからなり、広い範囲に数多い山を寄せた塊を呈する。最高点の船形山はその中で突出してはおらず、山頂をなかなか表さない奥深さが特徴である。船形連峰は、 大雨山脈が海中から隆起した第3期末から第4期の初めに形成された。火山中軸から東側で標高800メートルから1000メートルの基盤は海底での火山活動から生まれたグリーンタフである。山脈ができた後の60万年から85万年前に火山活動を繰り返して今の山体が出来上がった。 船形連峰の表面を覆うのはこの時の溶岩類、噴出物に由来する火山岩である。溶岩類は北と東に多く流れ、山頂から北と東1 0トル余りにわたって各所に崖と地滑り地形を発達させた。船形山は分水嶺にあり、船形山を源流とする河川は流域を潤してきた。そのことから、 古来より水神を祀る霊山として周辺部の住民に崇拝されており、山頂には船形山御所神社が建てられ、水上部財店が祀られている。同社は船形山の神社とも呼ばれるため、山徳にある式内社の船形山の神社と混同されて記載される場合があるが別の神社である。仙台市青葉区と山形県尾花沢市との境には、仙台か 山形県尾花沢市と東根市との境には、最上加護と呼ばれる1200メートル級の峰が存在する。加護とは、加護を意味し、主原道の道場であった。船形山の周囲はかつては白黒派の山伏による山岳修験が盛んに行われており、黒瀬山、観音寺など山岳修験にちなむものが多く残っている。船形山一帯は、工日の伐採が進むまで、 標高が400メートルから500メートルくらいが人為的に形成されたなら赤松栗の雑木林1300か1400メートルくらいまでがブナを主とする天然林それ以上が寒木や草が生える高山帯であった中間部では400、500メートルから900メートルまでがブナ水ならばやし900メートルから1400メートルくらいが ブナだけの林である。それに、両線では姫小松と根ズコが生える。雪が多いため天然の信用樹林はないが、人工林は別である。ブナ林の上限は高いところで1400メートル、山頂が低いところでは1200メートルくらいになり、その上は、高山性の植生となる。まず、賠償なブナと、ミヤマナラ、さらに、キナなし、ウチワカエで、 腰油といった灌木が茂り、その上に、肺末地帯がある。肺末に覆われないところは、高山草原、つまりお花畑となる。哺乳類では、月のワグマ、ニホンザル、天、ムササビ、リス、ニホンカモシカ、ウサギが多い。これらは、船形山の範囲を遥かに超えて、人里に降りてくることもある。船形山は、集落から離れた奥山で、 運送難から20世紀半ばまで人の利用の対象にならず、自然のままに育った原生的なブナの森が広がっていた。周辺には山形県が1951年に五所山形立自然公園を指定し、宮城県も選挙。これに続き1966年に周辺7町村が山頂付近で大宇山脈を横断する観光道路の建設を提唱して、 船形連邦後所産開発促進規制同盟会を作った。この計画は南のザオ連邦や北の栗駒山と比べて観光的価値が低いこともあって実現しなかった。船形さんの船林は大部分国有林で1965年頃から林野町が山奥まで林道を張り巡らせて船林を伐採し急速に縮小した。 伐採地に植えられた杉やカラ松は育たず、天然更新を待つとして事実上放棄され、笹地になるところが多かった。1985年4月に周辺の住民が結成した船形山のブナを守る会によれば、結成時点でかつてのブナ林の3分の2が消滅していたという、21世紀に入る頃に伐採はやみ、破壊された森は再生に向かっている。 山陽や標高は決出したところはないが、比較的宮山であること、仙台市に近いことが魅力となって、多くの登山者を引きつけている。山頂に山小屋がある。また、山形側に五所山荘、大沢小屋、柳沢小屋、宮城側に松沢小屋、鳴桂小屋、かつては定義コース分岐に先行小屋が存在した。船形山には多様なアクセス方法がある。代表的なものは、 下記の通り、ありがとうございます。